書いてあるもん。アイグマ付いとったのか。今日のお像を セッティングをしに僕は前乗りしなきゃいけないので、うちのローディーチームは手伝ってくれますけど、それのいろいろ指しする、多分セッティングこれがしたりとかサウンドチェックとかしてる時にもうお客さん入ってくるんですからね。
独自の文化を持っておりまして、行くときはもうどこでも行くみたいな、行かないときは行かない人は絶対離れないみたいな、そういう場所でございます。しかしまあ島根県ですからね、私は来ないわけはないわけでございますですね、まああのいやいやいや実際問題結構強気のアーティストでも埋めるのが難しいと言われている島根県民会館をですね 80% のお客さんでいっぱいにしたというあのライブはですね、非常にやるじゃないかという感じでございますよね。あれからすでに3年経っておりますけどね、それでちょっと思いっきり、じゃあ今度は出雲でやってみようかなんて調子こいたら意外と集まり悪かったですね。まあでも島根県は外しませんよ私は。
ないのと答えられないの。その名も、私がこの島根県に惹かれて、もう5年ぐらいになるんですけども、出雲という、ね、
になりましたね。ライブハウスから、大ホールまで、各県違ったシチュエーションで、ライブを行っておりますが、憧れの最小スペースで、ライブは実現しました。付き合ってくれた素晴らしいミュージシャンにもう一度大きな拍手を。
You're
かけた模型を壊せ行方知れずになっても風は僕の声を伝えるだろう。 I see ya